ロールモップスは、スズケニシンの切り身で、きゅうりのピクルスや玉ねぎの薄切りを、円筒状に巻いたもの。クリスマスイブの食卓で出されたロールモップス。ニシンは、ポーランドのビジリア文化では重要。通常、中身としてスライスしたきゅうりのピクルス、またはピメント入りグリーンオリーブの漬物を巻いて、しばしば木製のカクテルピンで串刺しにされて、提供される。普通。 すぐに食べられる曜瓶詰めや容器入りで売られている。漬け込むマリネ液は水、醸造酢、塩煮、砂糖や他の甘味料、玉ねぎの薄切り、胡椒の実、からしの種子も加えて調整される。冷えた状態で巻いたままでまたパンに乗せてトーストして食べてもよい。瓶を開けた後、冷処、または冷蔵で通常2から3週間保存ができる。ラプスカウス。 ロールモップスと目玉焼き添えドイツ北部の肉料理、ラプスカウスと一緒に提供されることがある。ロールモップスという名前はドイツ語に由来し、ローランとマップスから派生したもの。ドイツ語のロールマップスは単数型で、複数型はロールマップス。オランダ語では、綴りはロールマップス、複数型はロールマップソン。英語では、単数形式としてのロールマップを導き出して、 その複数型として扱われることがよくある。ロールマップハリングス式での複数表現も確認される。中世以降、北欧では、スズケニシンは定番の食品となっていて、シジュン節のような肉のない時期には特に必要になる。魚で保存と輸送手段の一つとして損に詰められ貯蔵し、輸送された。ロールモップスは、19世紀初頭のビーダーマイヤー時代に、 ドイツ全体で人気が高まり、同じニシンの鈴毛料理でありベルリン独特の名産品であるビズマークヒリングと同じように広く知られていた。北海とバルト海から内陸までニシンの輸送を可能とした長距離鉄道網の発達がその人気の重要な要素であり、ニシンは保存用に付けられ、木製の樽で運ばれた。オージュアルトイコールベルリンのパブでは、バーカウンターには、 このロールモップスは、もちろんのこと、シュマルツブローと、塩漬け卵、肉団子、メットブルストなどの、すぐ食べられる料理を提供するためのハンガータームと、呼ばれる背の高いガラスのタワーケースを設置するのが、一般的であった。今日では、体内の電解質を回復するものと信じられている、ドイツ式朝食キャターフリュースタックの中の一品として、広く提供されている。 英語圏で登場したのは20世紀に入ってからで、その最初の記録の一つとして、アーネスト・ヘミングウェイの春の本流ザ・トレンツ・オブ・スプリングにはランチョット・オン・ロールマップスとあり、二日酔いを癒すとされている。ロールマップスはヨーロッパや南アメリカだけでなく、米国やカナダの各地でも食べられており、チェコとスロバキアでは非常によく知られ、アットマークと名前を与えられている。 ありがとうございます。